はい、毎日本スプレッド木曜日は、毎度関西ってなわけでですね、始まりましたけども、今日は、ダキョンでございます。この番組は、小さいことから大きいことまで、まあ、なんつうかな、関西のノリで、お送りしたいと思います。中島らも、それは、ないと思いますけども、どうも。皆さん、はじめまして。では、皆さん、いつものメンバーをご紹介いたしましょう。まずは、レディーファーストから、アキオさん。はい、こんばんは。昨日から、アキオ侍になりました。侍、なんで侍なんですか？いや、わからないです。アキオ侍になってます。アキオ侍。ああ、じゃあ、侍ですね。わかりました。侍ですよ。頑張りますよ。イエスです。次は、リュウコさん。はい、どうも皆さん、こんばんは、リュウコです。お疲れ様です。お疲れ様です。ってなわけで、まあ、遠くはもう大変ですね。遠くはの方、遠くは。遠くはですね。遠くはじゃなくて、遠くはですね。はい。遠くはの方も大変ですね。はい、大変ですね。ね。まあ、その辺は、よろしくお願いいたします、みたいな。はい。次は、大阪の、ゆう、コントンさん。はい、どうも、コントン同時です。大阪のユウって言われましたけど、正月やり中です。もう、最近はもう喋りが上手いから、もうバンバン言ってますから。いい、まだまだっすよ、女も。ガンガンやってますからね。いえ、まだまだ、爆発を踏まないといけません、本当に。爆発、踏んでも大丈夫。今日のフリートークって何やったっけ？今日のフリートークは運動会です。運動会？運動会なぁ。父親が参加する運動会ってあるやん。はいはいはい。小学校とかな。はいはいはい、ありますね。あの時ってどういう感じやろうね。どうなんでしょうね。皆さんから見たら、保護者を見る運動会ってどうですか？子供じゃない、子供を見てる運動会じゃないですよ。その周りを見る運動会。うん、さっき言ったタキオンさんが言ってた例えばお父さんとかお母さんが参加する競技ってあるじゃないですか。うん、必ず2、3人転びますね。必ず。ね、ハプニングがね。なんていうか多分、体、気持ちに足がついてこないとか、そんなのなんでしょうね、きっと。多分ね、いろいろあるんですよ。あるんすか、大変ですね。腰にくんねんだよ、あれ。ああ、来ますね。で、いきなりの受付で、昼休みやりますから、ご証明をお願いしますって書いてあるんですよ。ね、誰がするか、ポケ、子供の頃、あれなんでお父さんお母さんこけるんやろうと思ってたんですけど、今になってよくわかる。秋代さんの場合はどうですか？いや、うちの場合は父親運動会には来なかったんですよね。母が PTA の役員とかやってて、しょっちゅう PTA 主催の変な踊りとか、はいはい、まあ、フォークダンスの種類だと思うんですけどね、そんなのやるんだね。それ、しかし、ね、変な宗教の踊りとか違いますよ。違いますよ。変な宗教の踊りじゃないけど、なんか練習してやってましたよ。リュウコさんどうです？僕は、怪我せんように、なんか、はしゃいでんな、みたいな感じですかね。子供から見たら、うん。うん。私から見たら、周りにいてる、大人たちがすごい、ビデオカメラと、眼レフで、なんか、我が子を撮る、必死さ。はい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 。そうですよね。で、お前ら、その情熱を他に向けようなっていうぐらいの。っていうか、どっから取り出してそのカメラみたいなね、でっかいカメラをね。すごいよ。だって、F4 のさ、42とかあるんですよ。F4 役の28。あ、カメラ詳しくないからわかんないけど、すごいカメラみたいっていうのは、なんとなくわかる。5分で終わってしまったんですけど、はい、とりあえずそういう感じで今日も進めたいと思いますんで、まずは、ゆうこさんのニュースピックアップ、よろしくお願いします。はいはい。皆さん、ニュースのピックアップのコーナーです。はい。はい。では始めますね。はい。よろしくお願いします。よろしく。対シリア決議案、ロシアと中国が拒否権を行使したため否決、ヨーロッパ4カ国の国連大使が両国を批判。対シリア決議案、
10月5日、12時50分、反政府デモへの弾圧が続くシリア情勢について、国連安全保障理事会では、アサド政権が弾圧をやめなければ強い措置を取ることも辞さないとした決議案の採決が行われましたが、ロシアと中国が拒否権を行使したため、否決されました。国営安保理は4日、シリアのアサド政権が反政府デモへの弾圧を続けていることを改めて非難した上で、弾圧をやめなければこれまで以上の強い措置を取ることも辞さないということを言ってたんですけども、結局、安全保障理事会である、まあ、常任理事国であるロシアと中国が拒否権を発動したために、否決になったと。ちなみに、インドやブラジル、南アフリカ、それにレバノンの4カ国は棄権に回ったとのことです。独裁国家万歳というか、まあ、要は、結局、その、シリアと、まあ、ロシアと、まあ、中国は、シリアと伝統的に関係が深いと。まあ、いうことで、まあ、なんか、ね。まあ、拒否権を発動したらしいんですけど、まあ、これがヨーロッパからすれば、もう、ちょっと中東アジアに、ちょっとこう、リビアの問題もあって、こう、分体に広がるんではないかっていうふうな、中東の情勢全体に波及するのではないかっていうふうな心配があるという、まあ、いろいろな複雑なものが絡み合ってるっていう状態ですね。さすがロシアとチャイナみたいな感じなんですけど。ですね。というか、この2国が手組んでしもたら、結構恐ろしいことになるんやなっていうのが。それはね、でもね、ロシアと中国戦争したことあるし。はぁ、はぁ、はぁ。同じ共産党権やったけど。そういう歴史があったら、中華料理食べながらコザックダンス踊るとか。どうなんだろうね。どうなんでしょう、それ。手組む時もあれは手組まない時もあるし、お互い、ある種のライバル視はしてるかもしれないね。なるほどね。敵であり味方みたいな状態かな。僕から見れば。はぁ、あ、はぁ、あ。はい、うん。で、そんなロシアがですね、はい。かの有名なアプーチンさんが、はい。周辺国を統合、超国家連合、ユーラシアユニオンを目指すと。来週ロシア大統領復帰が確実視されるプーチン首相が4日ユーラシア同盟と呼ぶ旧ソ連諸国との経済統合構想を発表しました。ソ連崩壊を20世紀最大の地政学上の悲劇と公言するプーチン氏にとってロシアと周辺国を束ねて、欧米や、中国との対抗軸に進むのは悲願ということで、まあ、こういうふうな、発表したらしいんですけども、はい。ユーラシアユニオン、略して EU。EU が2つできちゃいますね。そうですね。えらいことになっちゃう。そんな EU はね、なんかこう、うん、まあ、ユーロがだだ下がりで、えらいこっちゃーになってるんですけど、はい。まあね、ユーロの、まあ、生みの親である、経済学者っていうか、まあ、ノーベル賞と私なんですかね、ユーロの父と言われているノーベル経済学賞受賞者ロバート・マンデル氏は、まあ、はい、北京情報科学大学で講演したときに、はい、日中でアジア通貨地域を作るべきだと提言しました。で、まあ、こういうふうに、まあ、中国と、まあ、日本とか、まあ、そこら辺の、ね、まあ、特に日中、まあ、韓国は言ってないのか、日中で作ったら、うん、まあ、かなりいい、いい、まあ、経済、その、同じ通貨をすれば、もうかなりいいものができると。アジア通貨を形成する経済に大きな恩恵をもたらすと主張したんですけども、主張したユーロのお父さんは、はい、現在のユーロをどう思われてるんでしょうね。本当そうですね。このだだ下がりになってしまった。だだ下がりになってるよ。ね、うん、で、そんなことを言ってて、結局、こっちのプーチン氏も、はい、ユーラシアユニオンといった経済統合を目指すって言ったら、またユーロと同じ目にあるんじゃないかなっていうか、一つに国になろうと言ってるのか、それともユーロみたいに別々国家、別々にしてみたいな、うん、ああいう風にするのか、ちょっとわかんないですけど、中身に、うんうん。同じ悲劇を繰り返しそうな匂いがしますね。ねえ、違うものを、なんとか無理やり一緒にしようとして、なんか、ろくなことになったためしを今まで聞いたことがないんですが。ウクライナ、ロシア嫌いなんじゃないの私じゃ。
まくないけないと思うけどね、とらへん。ほんと。ねえ。どうしたもんや。ありがとう思うよ、プーチンさん。ありがありますね。てか、国がでかいのがいいのかな、そういう、そんなに国がでかいのがいいのかな、彼たちは。てか、東から西まででっかいんですけど。そうね。でね、世界国土第1位なんかね、もっと大きくなりたいんですね。時差なんぼあんね。ほんまそうですよ。絶対手届け、あの、目届けへんちゅうね、こんな。うん、そんなそんなで話はちょっと変わるんですが、まあこれ韓国の話になるんですけどね。まあまず、ここは出発点とじゃあ日本から入りましょうか。はい。ビッグバン、リーダーが大麻、5月で日本で吸引と、まあこれ、なんか韓国、日本でなんか人気らしいと言われている韓国男性5人グループのビッグバンのリーダー、G ドラゴン、本名、クォン・ジョンさん、23歳が大麻を吸引したとして、麻薬、管理法違反の疑いで揮発したことが明らかになりましたと。で、ちなみにですね、まあ、陽性反応が出たということで、この人が、まあ、コメントで、日本にあるクラブで日本人がくれたタバコを吸い、匂いが普通と違うので、大麻と疑ったが少し吸ったのは事実と供述しました。ちなみにこの結果、控訴はされずに、今後も、入国されるように、まあ、することができるっていう結果になったんですけど、ここでね、僕思うんですよ。はい。なんで大麻って分かったんって。吸ったことがあるからじゃないですか。なぜ大麻と疑ったんかすごい気になるんですよね。そうですね。わかんないんじゃないですか、うん、初めてだったら変わってる。初めてだったら、ちょっと変わってる味のタバコだなって思うでしょう。でしょうね。ねえ。なんで大麻と。なんで大麻かって疑ったんでしょうね、この人。大麻と疑うよう、いや、以前に嗅いだことがあるってことだから、大麻じゃないかなって思ったんだろうね。うん。うん。そう考えるのは普通ですよ。うん、絶対怪しいよね。めちゃめちゃ、あの、自分でなんか、大麻なんで知ってんねんみたいな、その味とか匂いなんでわかんのみたいな。ありがとうございます、パラオさん。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。で、よくあることが、何か悪いことしたら、日本人っていう言葉が出てくるっていうことで、まあ日本人が、ね、日本人のせいにされちゃいますね。まあ、これが本当かどうかわかりませんけど、ああ、怪しいのは間違いないですわ。うん。うん。で、まあ、そんなね、韓国政府、今、はい、どうなってるかというと、ウォンが急落して、もうすごいことになってますね。ドル売りの介入を強化するという、可能性を示唆したんですけども、はい、まあ、まあね、そんなドルが、うん、ドルじゃない、ウォンがやばい時にですね、この、日本の、はい、あ、民主党がですね、はい、民主党の大久保政調副会、がですね、はい、外貨準備の運用先に人民元や韓国ウォンなどの新興国通貨にも拡大すべきだということをね、ちょっと待って、待って。まあ、世界第2位の規模を持つ日本の外貨準備の運用先について、中国人民元や韓国ウォンなどの新興国通貨にも拡大すべきなの考えを示した。まあまあ、こういうふうな、大久保氏は外貨準備の運用先をドルやユーロだけではなく、日本の貿易相手国である中国や韓国、タイなどの国債で運用すべきではないかと。いわば、貿易に応じた運用の多様化だ。アジアとの貿易が増える中で、貿易の実態に応じてアジア通貨を持つのは自然だと語ったんですけど、それはね、ですか？いや、あのね、正直言います。はい、通貨の原則は信用です。はい。そうですね。今は基本持たないっていうのが。ってことはもう、今これだけダラダラやってる通貨を、そうそう。